今回は設定が盛り込まれているローア実は後付けキャラだったことに驚きを隠せない読者の反応集を紹介します。オペオペってマリージュアの国宝だったりイム様のフローにも関わったりしてるからローがいなかったらどうするつもりだったんだろう。シャンクスを信じろ。別のキャラにその設定を割り振る。よく言われてるけどローとは別に元となるキャラがいてそいつと設定が合体したんだと思うわ。フロー不死がオペオペじゃなくて別の何かの能力だったんだけどそこもくっついた感じ。アラバスタ編の構想自体は七部会の設定作った頃にはおそらくあって。そこにバロックワークスの下っ端悪情ドッキングしてみたのがビビだし。何かしら先の構想と繋げられたら、みたいな感じなのかも。こう見るとビビとロー相当ライブ感でできてるな。ライブ感で誕生したにもかかわらず物語的にも重要な D の一族ってことも共通してるし。構想自体はある、どのキャラに割り振られるかはノリってのがオダッチの作り方なんでしょ。どのキャラに割り振られる可能性があったかはオダッチも知らない。コンポートだったかもしれない。逆にカイドウという川の国の構想自体は初期のうちからあったんだよな。連載の長期化が原因もあるんだろうけど初期案のままだったらここまで強くはなさそう。ストーリー構想と設定は元からあってそこに当てはめるキャラを後から作ってるって感じだからね。そのキャラがいなかったらまた別のキャラが作られてたと思う。オペオペはマリージュアの国宝、イム様のフローにも関わったりしてるからってこれ確定事項なの。イム様のフローに関わってるかは確定してない。順番が逆でローがいたからその設定が作られたんでなく元からあったその設定をローにくっつけただからね。だよね、ありがとう。イム様のフローに関してはまだ確定してない。ただ国宝は関係してるはず。連載終わってから最初はこう考えてましたっていうプロットノート全部見たい。ボニーも確か別に出すはずだったキャラの設定くっつけたってどこかで見たな。ソースは知らないんだけど。オペオペがあればマリージュアの国宝手に入れられる的なことドフラは言ってたけどどういう意味なんだろうな。バラして物理的に手に入れるとかじゃなくてオペオペ能力者の認証制とかあるんかね。場所さえ把握すればルームの入れ替え能力で入手可能みたいなことかもしれん。グランドライン入ったばかりのルフォが勝てる構成だったあたり白ひげマムカイドウはもっと弱いはずだったんだろうな。そんな方法で国宝手に入れるとこなんて見たくねえよ。やっぱそこもはずなんだ。確定してないよな、って思ってたからどっちも考察の域出てないんだなって分かってよかった、ありがとう。オダフロー不死の話、国宝、あとはドレスローザで戦う理由、現地で飯を持ってもらっただけじゃ弱いな、あと神聖七部会も欲しいな。あとシーザーの後始末ができる人材、確かローってイシャデルフィー助けたよな、そんでオペオペのみ、これだ、だと思う。奇跡じゃん。連載ってワンダーランドだな。あれはむしろ大量にいた部下を削ぎ落としてきっとを単独行動で動かしやすくするための措置かと思ってた。ローも同じく。ホーキンスがローとマラクの立ち位置にいる可能性もあったのかもしれない。七部会が後からできたからそいつらより強いのが四校という設定にしたら想定より強くなったとかそんなだろうな。まだウルージさんが控えてることを忘れるな。新世界のモサが組んでも厳しい、七部会が組んでも厳しい、大将が組んでも厳しい四校。まあ七部会のせいだよねこれ。あ、アプー。何かが違ったらスクラッチメンワーテル D アプーとか。バジルワーテル D ホーキンスとかユースタスワーテル D キャプテンキッドだったかもしれねえ。最悪の世代が全員体制するわけじゃないのは個人的に好きだぞ。まあまだ連載終わるまでわからないけど、ベラミーみたいに自分なりの幸せ見つけるかもしれないしな。逆だったかもしれねえ。ノースの闇ってのあったね。大和の国で見せ場があるだけ恵まれていらっしゃる。時期時期に連載が長くなった原因はこいつらって言われてるからね。ドフラミンゴは先に出てたわけだからドレスローザはドフラミンゴとコラさんの話はもともと描く予定だったけどそこに後から作ったローを出して繋げたって感じかな。ドラム王国やアラバスタ編、ドレスローザ編見てるとライブ感で生まれたキャラや展開なのにここまで物語に矛盾性がなくて違和感のないで気にするオダッチすごいよな。元々のビビのデザインとかあるならみたいな。今のビビの側はミスウェンズデイなわけだし。ドフラミンゴ自体が結構設定の変遷ありそうなキャラだからな。多分最初は天竜人じゃなかっただろうし。ルフィが4校になったのもライブ感だろうか。元は旧4校全員ぶっ倒してそのまま海賊王になるシンプルコースだったのかな。4校とかなんか不良漫画みたいだな。最悪の世代は全員死んでないで生死不明だぞ一応。パンクハザードの時点ではその予定だったんじゃないかな。政府が運営してる七部会ならまだ地も、なぜ四校を補充してしまったのか。ルフィ、黒ひげ、シャンクス、バニーの四校までは割と想定してそうな気がする。人間と化け物にボコボコにされるのは違うだろ。言っただろ、生物としての本能で怖い的なこと。生実で強いだけに即ルフィやゾロやローと交戦して負傷したままキラーと戦う羽目になったし、タイミングが悪くて飛び六方の輪にも入れない。心体両方にデバフかかってた分強さの核が保たれてるとも言えるが。きっとやルフィが異常なだけで普通ならカイドウさんにボッコボコにされたら心折れると思うんすがね。ホーキンスもあの国編を経てパワー系になるかもしれねえ。
きっとトルフィーはそれこそ作中の中でも特にメンタル最強の奴らだし比べちゃダメ。ドレイクの方がひどくね。キッドはもう少し時期が悪ければあのまま牢屋で朽ち果てるほかなかった資源に出航間もなく4校に1000人もろとも壊滅させられてるわけで。どっちの判断も等しく間違ってたと見るべきなんじゃないかな。お前らだって目の前にカイドウさんが落ちてきて威圧的たっぷりに見下ろされたら心折れるだろ。ホーキンスもそうだろ。そう言ってやるな。七部会と超新星が後付けだと判明してるから。海軍大将 VS 四皇 VS ルフィたちその裏で世界政府 VS 革命軍やってるって感じだったんだろうかなってただ黒ひげとバニーが活躍するのは既婚路線だと思ってる。問題は七部会や超新星というライバルが追加されたことで複雑化したからスケールがこんなにも大きくなってしまったんじゃないかな。初期構想のシンプル構造では四皇の強さが七部会くらいでカイドウは赤鞘の攻撃で古傷開いてその程度だったと妄想してる。でもあれは無謀とも取れるから。ホールケーキアイランド編のベッジは異例の抜擢だよな。あそこまで活躍するとは誰も思ってなかっただろ。ホーキンスは占いで出た確率の影響の方がでかいだろ。キザルの時は死にはしないの結果だったがカイドウ飛び降り時は勝利も統合も 0% でホーキンス視点選択肢がそもそも存在してない。敗北生存率を占うって発想があればまた違ったかもなってくらい。未来を変える権利は誰にだってあるんだよ。かっこよすぎた。みんながみんな覚悟がんぎまりで野望持ってガンガン体制したり目的達成したりするタイプじゃなくて、ホーキンスみたいに脱落していく奴がいるからそれでも突き進んだ奴の覚悟が輝くんだと思う。扱いが最悪とか格下とか言われたりすることもあるけどそういう時代に追いつかなかったり無謀な挑戦に挑めずに折れてしまったキャラ俺は好きだな。和の国は元から構想があったようだからドフラミンゴもかなり初期からいたんだろうけど七部会の設定ができてそこに加入させた感じかな。ローのアドリブの名残なのか。パンクハザードは謎セリフだったり、まるでローとベルゴの喧嘩をドフィがその場で見たみたいな言い方だったり、別におかしくはないだろ。ベルゴから説明は聞いてるだろうし、事の顛末を知ってるだろうし、そのセリフが出ても正直違和感はない。きっとも四皇に挑み続けた結果何度もボロ負けしたり、今のところ赤髪海賊団に壊滅させられたり、どの道を選んだ方が良かったのかも結果論なのよね。お前も辛いだろうがって、実際はスワローと初対面だよ。いや俺は別にその場面のことを言ってるわけじゃないんだが、あの世界では四皇の部下になるか参加になるかが一般的なルートなのでそこに挑みに行くキッドやルフィたちの方がだいぶイカれてるんだよね。参加に下ったホーキンスを情けないとは思わないけど他でもない本人がそう思ってそうなのが。和の国も初期構想では金獅子の式の話だったんじゃないかって説もあるよな、ヨタの範囲だが。式のデザインは風だったり島浮かせたり郊外とダフトグリーンとかあと日暮らしのマネマネの中に若い頃の式っぽいのがいたり。本人にも新世界まで来たという自負とプライドあっただろうしね。それなのにカイドウを見て一目で勝てないと思ってしまったのプライドバキバキに折れるよ。作中でも言及されてたが横にいたキッドたちが最後まで歯向かって折れなかったのと比較すると余計にね。そういうところに味のあるキャラだよホーキンス。